おはようございます。今週の相場解説もなかなかいけてるんじゃないかなと思いますよね。前回5万円寝てる間に取ったっていうのがあるじゃないですか。もう本当にあれでね、まあ、また風向きが変わったな、潮目が変わったなっていうところで、これからガンガンとね、利益出していきたいなと思いますね。で、今日のね、多分仮説も結構冴えてると思いますよ。これはね、今回はね、わかりやすかったです。100% 勝つってことはないですよ。相場が読みやすいっていうのは絶対勝つってことはないですから。その考え方をもとに、エントリーしていったり、ポイントを探していくと、もしね、損失が出た時でも、あとでね、反証しやすいんですよ。いわゆる振り返りやすいんですよ。わけわかんないエントリーしちゃうと、何が悪かったのか、後から反証してもわからなかったりしますからね。じゃあちょっとね、チャートの方見ていきましょうか。まずはね、その週足からなんですよ。週足を見ていくときに、これですね。ここの線をビューっと引きますよね。すでにだいぶ潜っちゃってるんですけども、このポイントがね、こういう風にありまして。潜っちゃってるんですけども、上髭出てますよね。上髭が。これ。一番最後の、陽線とその前の陰線に上髭が大きく出てますよね。で、トレンドは移動平均線、下の方に向かってます。開かってますよね。何ですかね。短期、中期、長期が広がって、開いてますよね。で、このローソク足は、こっちの矢印の方向に向かってると。もう本当にね、売りで OK ってことですね。これが週足。じゃあ、日足見てみましょうか。日足はね、前回、大きな陽線を出しました。これね。陽線を出したんですけども、じゃあ陽線を出した後どうかっていうと、ここで、跳ね返されて、まあ長期とかね、一日とか週足では売りで入るよって言ったら、そのまんま、陰線で伸びてますよね。全体的には、こういう風なトレンドを築いてるわけですよ。まあですんで、売りで正解だったかなと思ってます。短期的にはね、買いの方に動いちゃって、ロスカット食らっちゃった時もありましたけども、やっぱね、長期であればあるほど、これは売りで間違いなかったということで、デイリーが、セルで取れているってところもここであります。じゃあ4時間ですよ。4時間。4時間は、はい。こんな感じですかね。こういう風に来て、ボックス書きましたね。こういう風にボックスをこういう風に書いて、もう一個ボックスを書いて、ブレイクして下の方に行くと。ほらね。下の方に行きましたね。N 字を書いて。だから4時間でも売りで取れているってことです。こっから移動平均線が、ブワーッと開いていったのがですね、一気に閉じて下の方に向かいますよ。クロスして。こっからはセルでいいんじゃないでしょうか。セルの波がやっと来たんじゃないかな。で、1時間ですけども、1時間でのエントリーも効くようになってきました。まず一つ目は根拠として、このボックスをブレイクして下の方に向かっているってところ。ね、これが1個目の根拠。二つ目は移動平均線がこのようにね、下に向かって展開してるってことですよね。三つ目を言うならば、ほら、ここね。きっちりとトレンドラインできてますよね。ここでは横だったものが、下の方に動いてきてるでしょ、ですんで、このあたりまで考えていいんじゃないですか。私はこの辺あたりまでね、まあ、売りでいけるんじゃないかなと思いますけどね。価格にしてですね、これ103円の240ぐらいまで。103円の240、この辺がね。この辺がですよ。しばらくセルで押すことがまたできるかなと思ってます。はい、というような感じで、なぞってみましたけども、今週もね、なかなかチャンス多いんじゃないですか。今週はね、セル中心に、売り上げを上げていこうかなと思いますね。今週できればね、20万、1週間で狙っていきたいなと思います。多少、これ、突っ込み気味でもいいんじゃないかなと思いますね。これははっきりとセルが出てるような、感じがします。もちろん、明日とかになって、急に潮目が変わることもありえますけどね。とりあえず、セルでガンガン押していく週だということで、月曜日の考察を終わっていきます。エントリーは今日中にもしますんでね。皆さんも、しっかりと検討して、セルなりバイなり、ロスカットラインを入れて挑戦してみてください。それでは、いってらっしゃい。